作戦の説明を、ブリーフィングの説明、ブリーフィングの説明ブリーフィングの方じゃお願いします。ブリーフィングを開始する、はい、本作戦は軍の特殊部隊による敵基地への潜入作戦である。特殊部隊は俺たちのことな。オッケー、2人だけわかると思うよなルートはマップの通りだ。これを沿ってきますね、ここまで車両でこのルートをたどる。了解で、車両で行けるのは VY3-1 地点まで。 VY3-1 地点ん？どこVY3-1 地点確認せよV1-3-1 VY3-1 人。ちょ、マップ上には書いてないな。グリッド038064。あー、ラジャダ怪しい怪しいぞ。オッケー。で、そこまで車両な、そこまで車両で大丈夫という報告結果が来ている。了解。それより先は車両で行くと結構危険。ここから、敵基地へ潜入する。敵基地のゲートの場所がおそらくマップに書いてあるはずだけど、見えてるかな。わかんない、多分反映されてないかもしれない。赤いドットで、あ、てかグローバルチャンネルになってるかな。あー、なってないかもしれない、映ってない。マジか。うん、ちょっとお願い。グローバルチャン、俺はなってる。あー、じゃあ俺がそっちだどれだっけ、グローバルチャン、どれで変更したっけ。とコンマ、セミコロン、グローバルチャンネル。オッケー、今やったけどなんか出た？出ないな。マジか。グローバルチャンネル。ほい。なんか日本の旗が増えたけど。え、知らないよ。俺、わかんない。まあとりあえずオッケー。ついていけばいいわけだ。オッケーオッケー。で、ゲート4つあるから、うん、どっかから入るんだけど、うん、ゲートから行くと多分死ぬ。なるほど。死ぬのか。だから、その辺の壁を突破して目標物は、敵基地内格納庫内と見られる、格納庫と見られる施設内のトラックに積んであるはず。了解。そのトラック周辺の敵兵を排除せよ。了解。 OK? OK 大丈夫だな。 OK。 それでは作戦開始。開始。所有物チェック。チェック。チェックするぞ。GPS。 GPS チェック。マップ。マップチェック。無線。ラジオチェック。 OK。 コンパス。コンパス I have チェック。ウォッチ。ウォッチチェック。ガンチェック。弾薬ない。あるか。あるあるある。ヘルメット。ヘルメット OK。 ナイトビジョンゴーグル。本当か。おい、ナイトビジョンないと厳しいぞ。あ、待って、杖はついてないわ。ナイトビジョンないと結構厳しい。ヘッドビジョンついてくるね。待って、待って、どれだっけ。俺は一人称でやろう。俺も一人称でやる。基本俺一人称人形。よし、オッケー。ナイトビジョン積んできたよ。オッケー。うん。双眼鏡。何キーだっけ。あ、持ってる持ってる持ってる。オッケー、オッケー。オッケーだな。オッケーだよ。よし、では、行くぞ。お。車はこっちだ。オッケー、ちょっと待ってな。どっち？これか。オッケーオッケー。来た。好きなのに乗っていいよ。じゃあ俺ドライバー。いいよ。俺がドライバーやるわ。じゃあ、じゃあ俺が見えてないそうなので。じゃあちょっと、俺はこっちにさ。GPS 出しとけば多分大丈夫だ。うん。じゃあ行こう。オッケーオッケー。行くぞー。レッツゴー。すごい、ピクニック気分で。それ、戦場に行くとはとても思えないな。やばいや。ただこれが俺らのカジュアルだ。はばなんか、あれだな、このマップ。なかなか。そして俺もさ、マップで、あ、出てるわ。大丈夫だ。問題はなかった。
なんかこれ割とでもモッドにしてはいい感じのマップじゃない？それ思った。ね、なんか雰囲気いいな。割と。これも公式のマップだっつっても全然バレないもん。ねえ、多分ね、公式って言っても、ああ、そうなんだって。なんかデイズのマップにすごい似てる気がしないでもないけど。ワンチャンそれじゃね。雰囲気がすごいデイズ臭がするような気のせいだろうかみたいな。俺すごい思った。絶対デイズだよ、これ。ねえ。すごい俺もデイズだなぁと思いながら。暗いぜ。暗いな。夜になるか、これ。ああ、そっか。これ時間はリアルカウント。リアルカウント。OK。1秒は1秒で進む。ああ。当たり前だな。そりゃね。そりゃね。当たり前だな。ちなみに雨も降ってるし。ね。まあいい。雷も鳴ってるし。うん。シチュエーションとしては申し分ないね。シチュエーションとしては最高だぜ。最高だぜ。まあ2人しかいねえってのがあれだかな。気にしたら負けだぜ。まあ確かにね。そして遠い。それ、すんげえ速度出んだなこの車。それな、この走行車割と出るよね。お、高速道路走れるよ。多分引っかかると思うけど、いろんな意味で。俺はやめとく。俺もやめとく。重い。おお。あ、やばい。荒ぶってる、荒ぶってる。危ない、危ない。危ない、危ない。やっぱこのマップ、デイズ。絶対デイズだ。デイズ臭いな。見覚えあるもん、この辺。なんか、こんな感じのところあった気がするもん。あったよね。すごいデイズ臭がする。デイズのマップじゃねえかな、多分。ワンチャンね、それを移植したってのもあり得るよね。絶対そうだよ。いやーにしても全然ダメだね。やっぱ、だいぶリスナーだから。悲しい。悲しいな。まあ、これが現実。仕方ないよね。大丈夫、大丈夫。まだ10時だから。まあ、確かにね。でも最近大手の人もな、みんなライブやってるから。それな、大手の人のとこみんな行っちゃうからね。そうなんだよね。わざわざこんな初心者のやつを見ない。そう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 。そうなんだよな。まあけど、そろそろライトっていいんじゃない？ライト、あ、単勝と勝者はじめではないですね。単勝とではないですね。似たような問題。でもこのマップいいな、普通に。最高だ。これなんてマップ？これ CUP テラインズに入ってた。危ないぞ。やつだった。うん。と信じたい。おお。そうだな。お、そうだ。荒ぶってるな。なんか飛んでったぞ。大丈夫か？なんかすごい荒ぶってるが。保証はしません。保証してください。保証してくださいな。ちょっと俺はやめとくわ。そして遠い。俺。一応俺もね、やったことないから、うん、あ、マジか。トラブルがあった場合は、うん、うん、どうにかして解決しよう。怖いなぁ、おいおい。臨機応変に。この辺まで、この辺で降りる？いや、まだ。あ、オッケー。俺の GPS に出てる。あ、今まで行く。あ、まださっきか、もちろん。うん、出てる、そっち出てるよ、ちゃんと GPS は持ってきてるから。じゃあ大丈夫だ。あ、暗いな。で、6時前なんだな、このマップだと。マジか、ほんとだ。うおー、すごい音した。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫だ。オッケー、じゃあ行こう。KA333 地点でライト消そう。オッケー。暗いー。暗いなー。デイズ、こんなとこ走んのか、怖いな。でもデイズやりたいなと思う。でも今さら感ある。今さらだよね。もう最近大手の人も全然デイズやんなくなっちゃったしな。やっぱ時間かかるからな。今はなんだろう、ラストとか。ラストもでもなんか最近見ないよな。最近見ない。ちょっと前までいたけど、1ヶ月ぐらい前までは。うん。ただもうやっていけないもん。今なんだろうな。
あんま、なんかね。あんまもうそっち系なんかみんな飽きちゃった感じだよね。あとなんだっけ、サバイバル系。そう、ちょっと前までデッドバイデイライトだっけ、なんか。あー、なんだっけな、なんかあった。なんかその、ホラーゲーじゃないけど、なんかマルチプレイでなんかやるやつ。そう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 、なんか、なんか見たことあるぞ、それ。あれもなかなかなんか、一時期すごい、1ヶ月、2ヶ月ぐらい人気が出てたけど、最近大手の人もトーンってやんなくなっちゃったけど、すごいなんか人気の出るやつに限ってすぐ冷めちゃうよね。そうなんだよね、熱しやすくて冷めやすいんだよね、すごい。 GTA はまた別だけど、 GTA はなんかもうやることなくなってももうやめられないんだよね。それでもなおもやり続けちゃうのが GTA。 なんかやること多いからのんびりしてられるじゃん、あれ。そう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 、別にいろんな遊び方あるからね、モッド入れてもいいし、まあマルチで争おうが何しようが別にいいし。俺なんて マルチでレースしかしねえもん。なんか GTA やレースゲーとかっすよね、やることになってくると。そう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 、レースゲーか飛行機ゲーになるから。そうそうそう、でも飛行機ゲーは FS10 でいいよ。FS10 はここにいいよ。そう、でも GTA もさ、でも結構俺もそういう乗り物ゲーとかしてるからね。そうそうそう、乗り物ゲーだよね、あれ。そう、結構 ね乗り物ゲーとかす、これは素晴らしい。アップデートでいろいろ増えるし、最近は実写モッドとかさ、いろいろあるからさ、なかなかマニアックな車両もあるし。そう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 、ね、いいよね、最高だぜ。ね、最高。でも今じゃあ GTA 例えばまあ PC 版とかさ、じゃあ買うってなったらちょっと今更って感じもするよね。ちょっと時期逃した感あるよな。そうそう、あとな半年ぐらい早ければまだみたいな、あと1年早く買ってればねみたいな。まあ GTA ももう4年目か、来年で。 PC 版だとそうなのかな。どうな、いや、あの全部合わせて、全部合わせて2013年発売じゃん。13、あ、そうね、コンシューマー機で2013出て、あー、でももうそんなか、早い、4年前のゲームだよ。言うてでもやっぱプレイヤーはいなくならないんだもんな。さすがだぜ。そうで、まもなく KA3331 点。オッケー。そっから降車？いや、こっからライトオフ。ああ、ライトオフ、オッケー。てかなんか明るくなってきた。ライトオフ。それはない。気のせいだ。オッケー。ここから すごいブレーキ音するんだよこの車。マジで全然聞こえないよ俺。マジか。うん、エンジン音しかしない。あー、雨の感じがいい。怖いな、右側に正義基地がある。マジか、マジで。なんかもはや移動ゲート化してる気がする。大丈夫大丈夫、もうすぐ着く。これが戦場だ。もっとね、本気でやるんだったら戦闘中も、あ、戦闘中じゃねえ、移動中ももっと警戒しながらなんかやるんだろうね。そうそうそう、なんかやるんだろうけどね。そういう、今回は偵察部隊の情報がすごい良かったので警戒は必要ないようだ。そう、こんなね、たわいもない話をしながら話ね、進んでる時点でもはや軍隊失格なんだろうけど、もう旅行気分だから。それピクニックだよ。ピクニックで始まってピクニックで終わるみたいな感じ。さあ着いたよ。オッケー。ここで降車？うん。VY311 地点へ到着。降車した？降車したよ。オッケー。車両から離れて車両をこちらに止める。了解。リス地点の近くに止めるとたまに車両になんか干渉するから。ああ、オッケー。降車よーい、降車。よし、オッケー。あ、俺し出られなくなったやつ、ちょっと待って。ここに止めたらダメだ。あ、バカ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 。おい、車両から離れろ。マジか。おい、マジか。車両から離れてくれ、頼む。いや、離れたんだけど大丈夫、すぐ開ける。どのリスポンスやっぱいい。 VY333 どのポイントだ、見えないんだな。VYBOR、こっち反映されてん。 VYBOR って街があると思う。VIBOR って街？うん。VYBOR。あ、あったあった、ここか。うん。OK、リスポンした。あ、でも、アーセナルが。あるよ。あるの？おっと、さすが。用意周到。用意周到だな。さすが。OK、OK、OK。あれ？
あ、できた、ごめん、なるほど、オッケーオッケーオッケー。よし。なんで出ないんだろうな。ああ。なんでだろうね、ほんと。グローバルチャンネルだよな。そうなんだけどね。なんか切り替えてみて出るやつない？ないんだよな。なんだけど。サイドチャンネル、グローバル。まあいいや。諦めた。お。どういった？いや、俺。あ、あくなるに。あれ待って、これワンチャンちょっとライブ止まっちゃった可能性見るじゃん。ワンチャン。あ、オッケー、動いた、動いた。よかった、よかった。ちょっと。よ。撮って、撮って。記念写真。記念写真だ。パシャ。撮った？撮ったよ。オッケー、サンキュー。じゃあ行こうか、真面目にこっからは。あ、撮れてないかも。まあいいや、大丈夫だ。おい、どうせ録画してるし。確かに。行くぞ。オッケー、行こう。俺はついてくだけだからな。あ、ナイトビジョン。あ、オッケー、こっから。よし。まだ明るい気がするな、ナイトビジョンつけてると。まだなくていい。うん。GPS 持ったな。持ってるよ。オッケー、オッケー。行くぞ。よし、とりあえずついてく。俺氏もよくわからないからな。おいおいおい。こっちだな。怖いな。敵に警戒せよ。あ、待って待って待って。こういう時はあれか。俺がじゃあ左側をカバーするから。了解した。こっち側。ただまあ車両でここまで行けるっていう、あれが来てるから。まあ、大丈夫だとは思うんだけどな。情報がね、ちゃんと偵察部隊からあるから。あれどこ？偵察部隊を信じたい、俺は。はい、そうね。ん？銃声しなかった？いや、俺は聞こえなかった。うん。びっくりした。次どうしよう。怖え。に警戒しながら。角怖え。そうね。ライムさんは左をだからカバーして。俺は右をじゃカバーするから。オッケー。うお、そこそこ怖え。いなさそうだぞ。だね。でもわかんないから。わかんないからな。AI 物音でたまに動いたりするからさ。おお、雷。怖いな。よし、じゃあ移動しよう。これはまあ偵察済みということで、もうちょいあれサクサクいっか。了解。うん、場所はもうちょい先だな。あそこのガソリンスタンドまで行こう。オッケー。わー怖え。それな。こうやってる時が一番敵いそうで怖いんだよ。ああね、安心しきったところに出てくるのがあるわ。だから普通になぁ、出てくるんだよなぁ。いる？サーマル使おう。いないか。周囲は確認できず、進むぞ。オッケー。なんかサミレスタンドいそうだな。それな、どっか影に隠れてたりしそうだよな。サーマルを覗きながら、うわぁ、サーマル使った状態じゃこれ。あれか、構えられないでしょ。ホロサイト覗いても映んねえのか。これまだでもここはいらないでしょ。サーマルとかは明るいから光ってきて。いや、敵はいるかもしれないぞ。この草とかにさ、しゃがんで隠れてそうで怖いんだよな。それな。よし、ガソリンスタンドの下に集合。来たな。出てきた。すごいの背負ってる。ランチャー。いやいや。ちょっと待って。オッケー。いいよ。まあ、いざって時のためにね。だな。で、ここからどうする？こっからもうちょい前進する。了解。どうしよっかな。マップが見えてないのはやっぱ辛いもんね。まあ。電波塔見える？電波塔見えてる。見えてる。見えてる。あそこまで行くぞ、じゃあ。結構遠くんね。うん、あそこまで歩く。警戒しながら。了解。あー、でも。怖いな、開けてる。林の方行こう、林の方。オッケー。姿勢を低く。頭を下げて。頭を下げて、ヘッダーン。ちょっとイラクするときから。
何かが違う。別のものだな、それはな。これがガバガバ軍隊だ。それ。これが特殊部隊だから。笑っちゃうよね。笑っちゃうよ、もう。お笑い特殊部隊だよね。映画とかだと特殊部隊って結構頭おかしいの多いけどね。かなり いっちゃってるよ、ね。いっちゃってる人に限ってなんか特殊部隊。よくも悪くもいっちゃってるよね。そうそうそう。怖いな。俺右側カバーしてるから。どこにいる？左はもう頼むよ。あ、もうナイトビジョンつけないと見えねえな、この辺。うん、もうこの辺はナイトビジョンつけた方がいいと思う。了解。で、やっぱあれだ。敵を確認しても、射撃は、禁ずるという方向で。相手に気づかれて初めて射撃って感じで行こう。了解。で、移動の時にどうしても、敵を倒さなきゃいけない時だけ、伏せ。射撃ということで。どうした？何かいた？何かいるぞ。正面？いた。動物だね、オッケーオッケー。あ、びっくりした。エネミーかと思った。割と、俺とライムさん今距離離れてるから、見てる風景がちょっと違うんだよな。だね、うん。だ、ポイント。結構離れてた。そうそう。でもあれでしょ、赤い光がついてる電波塔でいいんでしょ、移動は。そうそうそう、電波塔で大丈夫。OK。まあ、この辺で、次にスイート向きを変えて、こう。ああ、怖いな。あ、ナイトビジョン撮ったら、何も見えねえ。今どこにいる？今？あれ、お前もどこ行った？見失ったな。見失ったな。やばいぞ、やばいぞ。これで特殊部隊とか本当にお笑いだぞ。え、立ってる。ちょっと頭上げてみて。よ、立った。あ、オッケー、見つけた。あ、遠いな。あー、離れてた。いや、まあそのまま。うん、オッケー。電波で移動しよう。敵はまだあれでしょ？この辺は、多分。偵察によると、ここはまだ敵の勢力圏内ではないような。了解了解。偵察を信じちゃダメだぞ。それな。現場が一番あれだな、正しいから。現場第一だ。そうそう、現場第一。雷がな。そう、雷が怖いんだよな。そう、さっきから急に光ってさ、ビクってくるよね、たまに。俺ゲーム音結構でかいから雷の音がすごい怖い。あー、なるほどね。俺もちょっとゲーム上げればよかったかもしれんな。しかも雷の音リアルじゃん。割とね、このゲームリアルだよね。そういう本当になってんのかなとか思ったもん。あー、うん。あ、まあ、今のところ順調ですね。今のところ敵の姿は見えない。こっから先なんだよな。こっから先なんだよな。どうなるかがわからないか。しかも雨が降ってるから、ナイトビジョンがなんかノイズみたいになって見づらいんだ。ああ、そう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 、白いノイズみたいなのが入ってる。そうそうそう。あ、いた、見つけた。暗い、サンプラ、そうか。暗い。それ。あの林らへんとかも怖いな。ちょっと小走りで行くか。そうだね。どうせ体力オフだし。でもなんか体力なくなってるような気が。それなんか思った。でも体力のゲージ出てないから。マジで俺は体力ゲージ出てるんだよな。マジで。うん。あ、それ普通にあるやつじゃね。多分ね。多分俺あるやつ。歩くわ。あ、びっくりした。なんか動くもの見えたと思ったら気のせいだった。気のせいだよ。おえ。そっちはサーマルついてないのか。サーマルはないね、ナイトビジョンだけど。了解した。でもサーマルあんまりなんか、俺はあんまり、そう、あんまりね、使いやすいとは思わない。サーマルはもうナイトビジョンでいいかな。敵確認用だから。そうそうそう、ナイトビジョンでなんか敵っぽいのを見つけたらサーマルで本当に敵かな、ね、みたいな、うん、チェックして確実に仕留める感じ。そうそうそう。サーマルだと周りがよく分かんないからさ。ね。ナイトビジョンはいいんだけど、ね、まだ周りちゃんと見えるし。うおー、びっくりした。めっちゃ近くに雷落ちた。おー、びっくりした。敵いたんかな。怖え。
まいな。でもまだ明るいよ、ちょっとは。ああ、確かに。まだね、完璧に気は落ちてない感じだよね。明るいうちにあの電波塔の下まで行きたいな。そうだね。じゃあちょっと急いでこっか。オッケーオッケー、了解。うん。よし。ライトビジョン。ちょっと急ごう。あ、やっぱ体力あるな、俺。悲しみ。俺は士官だからないんだよ、多分。何それ。士官だからこそありそうな気がするけどね。普段動かねえから。よし。あ、俺は着くぞ。あ、了解。俺ももうすぐ着くぞ。てか、もう赤い円の中になんか入ってない、マップの。だね。こっからは敵の勢力圏内という偵察情報が入ってきているので注意するように。かよ。すぐにはいないと思うぞ。ただあの電波塔の下もワンチャン敵がいる可能性はありだから。あー、あるな。ありそう。てか、それ絶対ありそうなんだけど、すごい。あ、ちょっと待って、俺、もうちょいお前の方行くわ。オッケー、頼む。近寄るわ、多分。離れてると誤差しそうだから。あー、確かにね、動くもの敵だと思って。パーンや。オッケー、隣行ったよ。ん？行くぞ。どこだ？今正面にいる。あー、びっくりした。いたいた、ほんとだ。大丈夫か。大丈夫。木の陰から。俺左からじゃあ入ってくね。了解。そっちから頼むわ。俺右から行く。ただ、鍵とかにいそうで怖いんだよな。どう？敵見えた？まだ。オッケー。あー。怖いな。俺はこっから伏せていくわ。報復で行くわ。目標はゼロですな。そう。ゼロデスをまあ念頭に入れて。電波塔確認。電波塔。怖え。付近に敵へなし。なし、クリア？クリア。了解。あ、待った、ここから敵が見えるな。アーセナル一応あるね、ここ。うん。あ、でも敵基地、危ないぞ、伏せよ伏せよ伏せよ。うん。あー、敵基地内に、あ、でも待って。中腰以上なし、オッケー。うん。オッケーオッケー。あれ。あー、戦闘機を複数確認。ただ、敵兵がちょっと見えないかな、俺のだと。了解、俺もちょっと見てみるわ。うん。描写距離が足りないかもしれない、俺のだと。ちょっと見てみて。うわ、揺れる。やっぱいる？あ、敵兵、二人しか見えないな。うん？え、少ないな。塔の上、これ登れるかな？登れると思うよ。あれそうだな。気をつけてね、登ると。あ、いたいたいた、敵兵二人確認。一応、ちょっと登らせていただきますわ。おいよ。じゃあ援護する。うざい。あ、これ登れるか？登れる。登れる、登れる。じゃあ先行っていいよ。俺、下で見てるから。了解了解。怖え。このアルマの緊張感、最高でしょ。それな。いやー。あーでもな、この距離だと、あれだな、俺の銃だと倍率が足りねえな。まあ、撃たねえけどさ。ちょっと待ってて、見てくる。うん、頼む。いや、なんか基地の方ばっかりに聞い取られてて、あの近くの小屋とかにいそうなんだよね。そうなんだよな。まあ、大丈夫。周辺は俺が警戒しとく。了解。俺は塔にいるから、もう撃たれたら逃げ場がない。うん、それ、ジャンプしたら、それはそれで死ぬし。逃げ場がないぜ。逃げ場がね、明るいな、でもまだ。オッケーオッケー、着いたぞ。割と明るいね。あれこれまだもっと上行けんのか？もうちょい上行こう。うん、一番上からちょっと見てみてくれ。ここで、しゃがめるか、これ。まあ、大丈夫だと思う。どう？敵兵は、お、結構見えるな。お？やっぱいる？うん、結構いる。ね。格納庫が1,2,3,4,5、うわぁめっちゃいるな。格納庫の格納庫内に戦闘機は、うん、一番右、その次で、その次がなし、その次戦闘機あり、その次なし、うん、ただ歩兵が1名、2名、3名か、そんないる。でその隣の左側の格納庫、一番左の格納庫内に、トラックを確認。
ああ、オッケー、こっちでもお確そ認。らく目標ターゲットと思われるトラックを確認。距離は973メーター。うーん、遠いな、まだ。敵兵2人が警備、いや、敵兵2人が建物格納庫内で警戒中。格納庫の外側に敵兵さらに2人。割ときつい周辺にね。計4名。で、格納庫の、格納庫の前には多分、トラックが並んでるので、ランチャーでの破壊は無理だな。直接は無理だね。直接ランチャーで、こっから狙うのは不可能。トラックで、塞がれてる。距離的にまずこれだときついかもしれない。あと、もっとやばいのがいる。何？ミニガンナやばすぎだろ。ー。戦闘車両、軽装甲車っていうのかな、ああいうの。そうだね。に乗った、軽装甲車っていうのはね に乗ったミニガン、な機るほ関どね。銃手1名、その隣にも、兵員1名、武装は不明。了解。あとはいないかな。いや、建物内の方が怖いな。上ら辺にスナイパーがいそうで。そうなんだよな。スナイパーには俺ら太刀打ちできないからね、武器的に、多分。砂戦は避けたいな。そう。だな。一応敵の位置は書いとこう。頼む。スナイパーはまだでもこっちからは確認できないけどな。書いてもこれ見えねえけど。ああ、確かに。俺しか見えない。それな。まあいいよ。OKOK。お前が把握してればどうにかなる。士官殿に俺はついてくるだけ。わあ、暗くなってきた。ああ、いるな。他にもいまだる。いるか。左、一番左の建物から右に、10度動かした場所。わからん。あ、左に10度だな。一番左の格納庫から左に10度の地点に敵兵員2名。こっヘちルかメッらだとトじ見ゃえなてくて帽子だな。オッケー。なら、まあ、耐久度は低そうだけど。装備はおそらくライフルと思われる。了解。そんくらいか。かな。少なくとも今確認できるときはそれぐらいかな。あと、もうちょい近くの方のこの草地らへんも見ときたいな。そうだね。この辺が怖いね。近くの草地には敵の見張りとかがいないかな。あ、ん？あ、発見。早い。見張り小屋。距離549メーター、方位072。おい、072。ちょっと待ってな。072。までちょっと待って。ナイトビジョンつけないと見えない、多分。こっちか、072。距離が548メーター、俺んとこから。ってことは、ダメだ。この、俺の双眼鏡、ほんと初歩的なやつだから、そういうのがないんだわ。ちょっと見れないかな。そこにな、敵のスナイパーの可能性があるんだよな。武こ装んがちょっばんと。は。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。武装がね、スコープがついてる。それだけ見える。ライフルマンか、スナイパーってところかな。で、ナイトビジョンつけてる。おい。こおれいはおい怖おい、いぞ。標的だな。きついな。が、とりあえず1名しか見えない。こっちは森の中だもんな。向こうにも格納庫あんのか。マジか。なるほど。戦大丈闘夫ヘリを確認。方位0、2、3。距離が1148メーター。023。ただダ森メだ。の中で下か多らじ分ゃ見えそっねえち、わ。そう、下からじゃ見えない。見えない見えない。こっちから把握できない。そんぐらいだな。まあでも、あれがでも怖いな、そのスナイパーがさっき言った。そうだ近いね。もんな、500メーター500は、怖いな。
ただスナイパー持ってきてないからな俺。そうなんだよね。ワンチャンでもここにアーセナルあるから。あ待ってめっちゃいる。え、ちょっと待って俺武器変えるわ。スナイパーと思わしき人影さらに2人距離800、あ違うな、距離774m、方位1人6、了解、および方位1人6でさらにもう1名奥の方に、距離が940m、多いぜ多いな。ただ下からな多分ね敵も見えないと思うんだわ。こっちから見えないってことは。ちょっと待ってスナイパーにちょっと切り替えろ俺。了解した。東京パークに勤めた。落ちそうなこの足場怖いんだけど待ってこのスコープもあれにしないとな。ナイトビジョンタイプのにしないと周りが見えねえから、倍率犠牲にしてでもちょっと。あ待って、あのごめん、正面のこっから見えてるスナイパーね、うん、2人いるわ。了解。右と左で距離が587と、さっき言った一番最初に言った548のやつ。OK。あなたに見つけた方は082ね、多い。俺も下降りるわ。多分これぐらいしかいないっしょ、敵は。だってか、マップに見張り小屋出てるな、なんか。何すか？あの、丸い形の、うん。丸になんか円錐、円錐三角形がくっついた形。あ、あったな、これか。ここの、グリッド044054。あー、OKOKOK、チェックチェック。と、その右下のグリッド045055。OK、ちょっと待って、スコープ15倍じゃ足りない。42倍にしよう。これぐらいないと見えない。近距離はもう俺完璧に捨てるから。俺も捨てる。さてと、これで、あー、いるね、いるね。これもしかするとこの、見張り小屋全部いる可能性あるな。ワンチャンね。ワンチャンこれ、ね、見張り小屋マップ見ると多分これ基地の周りぐるっと一周囲んでるから、うん、全部見張り小屋に一人ずつスナイパー配置されてる可能性あるので警戒せよ。俺も下降りるわ。オッケー。これどうやって降りんだろうね。狙撃しようと思えば俺は今できるけど、正面の見張りは俺が下降りてからやってくれ、頼む。オッケー。死にたくないぜ俺も死にたくない。つか今アーマーが皆無だから、今北朝鮮軍装備だから。なんだよそれ、カオスだな俺が作ったミッション用に。いやいやろ、それに今あのヘカ対戦車ライフルだから、対物ライフルSAO でおなじみのヘカ。これは安定のミニミミオテイトクの装備は何ですか？ついさっきまで自衛隊の旧迷彩を使ってましたけど、今は架空の朝鮮連邦軍の装備です。朝鮮連邦に亡命しやがった。日本の方が治安いいぞ。あ、じゃあそうだ。待って、自衛隊装備にヘカと詰めばいいんだ。何を俺は。どっちかいいやろ。ちょっと待ってな。よし、俺は地上に到着。オッケー。アーセナルで合流しよう。オッケー、俺今アーセナルにちょうどいる。俺もアーセナル目の前だったわもうちょっと長距離武器に切り替えようかな。あのできれば速射が効く武器にして。あー、なるほど。オッケーオッケー。俺ヘカートにするから、本当に遠距離しかできないから。あ、じゃあ俺このままでいいや、ミニミで。あー、助かる。じゃあそれで。オッケー。GPS チェック、ウォッチチェック、コンパスチェック。これコンパスなんか変わったね。あれ、なんかナイトビジョン使えなくなった。なんでだ。マジか、それどんまい。あ、待って、スコープ違うわ。ナイトビジョンじゃないのを積んできたかもしれない。コンパスチェック。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、ナイトだよね。なんで使えないんだ謎やな。一回捨ててみれば。あー、ワンチャンそれあるよ。それからロードし直してみるとか。あ、オッケーオッケー、できたできたできた。オッケーオッケー。で、敵の位置がどっち。弾薬な、挟んだ俺。わかんねえぞ。おいおいおい。ここから、バイポ立てて、敵が、あ、見えない。まだ撃つなよ。わかった、大丈夫大丈夫大丈夫。怖いな。大丈夫。地上から見えんのかな。いやー、さすがに俺ら今伏せてるから地上からは見えない。
あ、俺は敵は見えてるけど、相手から見えてないはず。あ、でも、見張り小屋にいるスナイパーは二人とも多分見える。あー、なるほど。めっちゃ暗いけど。だな。とりあえず正面の見張り台のは、もう、どっちに倒しちゃうんですか。待ってくれ。オッケー。正面どっち？右左？方位は、ちょっと待って。072か、082。多分07。ちょっと待って、もう一回装備し直してくる。待って、俺左振り向けばそこにもうアーセナルがあるんだよ。近い。俺なんてアーセナルに身を隠してるから。あ、察してるね。これバイポート立てらんねえかな、アーセナルに。無理か。アーセナルには無理だね。そこまで甘くないよね。そこまであれか、あれじゃないかな。072かな、多い。了解了解。左、右のやつは見えてないんだな、多分。うん。俺もちょっと確認してみないとわかんないけど。くれえ、なんも見えねえ。ナイトビジョンつけたら？スコープ覗きながらだと。あー、そっか。じゃあ、ナイトビジョンついてるあのスコープにしたら。俺はこれでやりたい。そうか。なら別に無理にとは言わないから。ちょっと待ってくれ。あれか？どれだ？ダメよ。アーセナルの、じゃあ俺左に行く、あ、うん。左に行くわ、アーセナルの。了解。これはアーセナルの右に展開中。オッケー。そっちが倒せんならそっちでとりあえず撃ってもらって、うん、そんで撃ち逃したわら、てか敵の反撃があったら俺がオッケーぶっ放す感じでいいんじゃないか。じゃあ行くよ。ちょっと待ってくれ。お、もうちょいいい射程につきたい。俺も正直そう草が邪魔でよく見えない。そう、草が全然もうめっちゃ生えてて全然見えねえんだよ。あと、こいつ敵、うまい具合になぁ。あれなんだよ、柱が邪魔になってるんだよな、柵みたいな。そう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 。うまく当たるか保証がないな。ここでいいや。外したら敵伏せるから、まあ、それはそれでいいんだけど。基地内のやつはまだ撃つなよ。あれは多分遠いから当たんない。うん。ちょっと待って、俺もちょっと射程移動する。了解。サーマルでこれ弾も撃つるかな。いやー、さすがに。つんねえか。それはね。暗いぜ。どこだっけな。ちょっと俺、画面の明るさ変えよう。ああ。このゲーム、そういう性能が求められるから。そうだね。わあ、ここさっきより射程悪くなったな。画面明るい方が有利なゲーム。確かにね。オッケー。これはオッケー。よし、じゃあ追っ始めよう。撃つよ。多分お前から音聞こえないと思うから。左の方な。オッケーオッケー、いいぞ。行くよ。外した。ミス。マジか。ワンモア修正ファイヤー。ダメだ、当たんないな。当たんねえか。ゲーム気づかれてない。ワンモア。ミスって。ダメだな。ダメだな。当たらない。どうしよう。当たんないよ。当たらないんだよ、これ。やばいな。遠いな、てか。500m しか離れてないから。あれ使うか、アンチマテリアルライフルの方。俺今一応アンチマテリアルライフル。ちょっとどうしよう。でも敵も気づいてないから、多分。一回撃ち方まで。オッケー、撃ち方まで。俺もちょっとライフル、装備しますわ。了解。なるべく早く。了解了解。なるべく。スコープさ、うん、どうしよっかな。なんかいいやつある？
ナイトビジョン付きのやつをおすすめする。NV、ナイトなんちゃらとかって多分書いてあるやつあるはず。ナイトストーカー。ああ、それでいいと思う。いや。本当についてるの？あ、ついてた。あ、すげえ、かっこいい。でしょ？いいぜ。オッケーオッケー、もう一回ちょっとこっち行こう。いいよ。射程についたら教えて。これあれ欲しいな、トレーサー弾ってか栄光弾。そうそう、スナイパーないからね。そう、機関銃だけだからね。まああったらバレるけどね。まあね。ちょっと待って、風が、風向きが変わった。銃声かと思った。ちょっと射程移動する。了解、またバイポッド立てての。お、ここいい場所だ。あれ敵どうだ。怖いな。でも片方倒したら多分もう片方は絶対反撃してくるから。そうなんだよ、多分そんなパスパス当たることはない。そう、まあ俺たち伏せてるからな。そう、行くよ。待って待って待って、オッケー。ちょうど草邪魔だ。ちょっと待ってくれ。オッケー、ほんと草多いな。そうなんだよね、これぐらい前出ねえと当たんねえな。どうする？ 2 人で1人の目標やる？いや、1人で1人の目標でいいと思う。オッケー、じゃあそっちはあの左の方で、俺右の方やるわ。オッケー、じゃあ行くよ。いいぞ、打ち方始め。ミスト。ダン。グッキャップしたと思うぞ、俺は。わかんねえけど。そっちダメだ、当たんない。待って、これ当たり判定が出てるのかすら怪しいな。俺が撃つぞ、そっち。あ、当たんない。気づかれた。当たってねえな、やべえな。隠れちまったか、あれ。いや、まだ見えてる。まだ見えてる？左の方はダウンし、右の方はダウンしたはずだ。サーマルを見る限りだと。あ、オッケー、ダウン。あ、立った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 、今だ。今だ、今だ。ダメだ。当たんない、こいつ。俺多分絶妙に場所悪いのかもしれないな。それか、俺が下手なだけなんだろうけど。あ、また。うまいところに当たってないな。弾道がわかんねえ。待って、俺のこれ下手とワンチャンもしかしたら当たり判定出てないかもしれない。ワンチャンね。ちょっと武器変えてくるね。了解。基地内の奴らはこっちに気づいてない。大丈夫だ。うん。だからこれヘカート当たり判定出てないわ。多分調子悪いな。出ててもあれなかなか当たんねえからな。そうなんだよな。ちょっと待っててね。了解。何かいい。っていうか俺あの柱に当たってんじゃねえかなって思うんだよね。ああ、よっしゃ、もうこうなったら対戦車ライフルでいくか。ああでもないと。よっしゃ、オッケー。対戦車ライフルでいきます。了解。20ミリです。ダネルみたいなやつ。いやいや。どこ軍のかはま知らないけども。ワンチャンラハティ。ラハティではないと思うけど。いいぞ。これ対戦車ライフルかな？お前が逃したら俺が即座に撃つ。ちょっと待って、あいつがしゃがむ前に。どうする？下なの？これどんぐらい飛ぶんだろう、このライフル。いくぞ。オッケーオッケー、いいぞ。当たんねえ。オッケー、ダウン。ナイス、グッジョブ。ダメだ俺、これおとなしくアドオン武器じゃないの使った方が良かったかもしれない、ね、絶対その方が当たる。よし、とりあえず、うん、視界にいる見張り兵は倒したな。オッケーだ。オッケー。オッケー。俺は元の武器に切り替えてくるわ。オッケー。じゃあ俺も元の武器に変えようかな。もうだってこっからスナイパー多分ね当たんない。あの距離で当たんなかったから。ああね。いやでもちょっとワンチャンいけるかもしれない。怖いな。ちょっと待って、いっぺんやらせてくれ。了解。ちなみに基地内のヘリは人が乗ってる可能性もあることをね。念頭にバレた場合はこっち終わるから。オッケー。死ぬんじゃなくて、うん、動画が終わるから。オッケー、わかった。
すげえ武器持ってんなお前なんか。やいやろこれ。やだ。え、なに、どう映ってる？今ちょっとあのバルクホルンさんの武器映ってる。え、マジで？あ、確かに今持ってるけど。やだ。怪物ライフル。それあれですよ、両手に持つんでしょ？そう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 、両手に持つよ。あ、いや。やっぱヘカートでやりたいんだよな。ヘカートで、ナイトの42で。ごめん、もう一回、ちょっと調整させて。あれでしょ、今度、基地内の方でしょ？うん。あ、でも、スコープの倍率足りないかもしんない、42倍でも。2、3発って当たんなかったらやめよう。うん。下手はしない方がいい。ちょっと待って、射程移動する。てか、これ、塔の上の、あ、ダメ、あの、集中砲火受ける。やめた方がいい。俺はそれで散々ひどい思いをしたんだ。あ、さし。塔の上上がった方がいいんだよ。とりあえずここから見えるあの二人をやってしまえば、うん、基地内に、には侵入できるはずだ。よし、まず一射目いくよ。あ、ちょっと待って、あの、うん、待ってね、もう撃っちゃった？いや、まだ撃ってない。左側の方のやつ撃って、あの、あ、右側のやつは後ろ向いてるから大丈夫。オッケー、多分気づかない。いくよ。うん、外した。あ、いや、バレたか。いや、バレてない、大丈夫。大丈夫か。これワンチャン、これたま当たり判定がやっぱ消えてるかもしれない。何発撃った？何発？あと2発でやめよう。じゃあ武器変えていい？オッケーオッケー。怖いなぁ。信してくれ。1キロか。俺の銃じゃ届かねえな。あ、1キロもあんの？ 1 キロある。これ待って、アンチマテリアルライフルでも1キロなんてなかなか当てるのむずいべ。結構上手い人じゃないとね。待って、じゃあもう2発だけじゃ挑戦させて。しかもこれ雨だから風もあるし。あ、そうそう。アルマどんぐらいシミュレートされてんのかわかんないけど。あ、でもそのアドンのあれにもよると思うけどね。うん。デフォルト武器は多分シミュレートされてると思う、ね。されてると思うよ。いくよ。うん。当たってねえな。ならないんだよね。ダメだ、当たってねえ。やめよう。やめよう。ダメだ、怖い。ダメ、無理。この距離は、本当にスナイパーが得意な人じゃないとできない。それはマシン。少なくとも俺にはできない。ちょっとスコープを俺またさっきの夜のやつに変えるわ。オッケー。これちょっと武器マルクホルさんに変えるわ。やばいやつやん。やばい、多分弾飛んできてもシールドで跳ね返すからこれ強い、入りますからね。やばいやん。いやー、もう最高だから、神だぜ。よし、装備切り替え完了。不要 MG42 どこ。あぶね、頭上げてた、びっくりした。おー、ね、あ、これどういったっけ。あれ、ちょっと待って、なんか武器に切り替わんねえぞ、どういうことだ。どうした。あった、MG42。やっぱこれだろ。発射速度、気違い。オッケー。服がないな、やっぱ。当たるかな、それ。この距離は当たらないけど。MG 近距離でもすんげえブレるからな。連射すればワンチャン行くかもよ。やってみる。あ、待って、150発しかない。ちょっと待って。やめとく。俺はやめとく。俺は。俺もやめとく。俺はもう前進する用意を整えた。待って、俺も準備するから、ちょっと待って。向かい合わせなんとこで待ってるよ。ランチャーが重いんだよな、そういえば。いや、鉄鋼弾抜いて。あ、でも待って、ほんと時間かかるゲームだよな。そうなんだよね。いろんな武器が選べてここまで時間かかるからね。そう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 。武器限られてたら、ね、まあ、もっとやばいよ。もっと作戦いろいろ考えて。いいよ、俺はもう進撃準備完了。よし、どうしよっか。あんまりなぁ、森の方行くわけにもいかないんだよな。ゲートの方に多分、まだ敵がいるから、
今倒した見張りがいなくなったこの正面の草原を突っ切るしかないんだよな。いや待って、とりあえず、あ、待って、俺走れない。走れないか。ランチャー捨てよ。もういいや、ランチャーいらないな。いや、待って、一発だけ持たせて。オッケー。いざという時の。ランチャーがクソ重いんだよね。いや、鉄鋼弾いらねえな。ランチャーでも確かにあのミニガンぶっ壊すときにいるかもしんねえな。あ、じゃあ鉄鋼持って榴弾抜こう。ミニガンが地上からじゃ見えねえな。やっぱり。怖え。いいよ、俺は進撃準備。ただ、どっ了解、頭を下げて進撃するぞ。MG が重いんだよ、これ。もう俺みたいにミニミニすれば。それ。てか、そっちの方が拡張性あるし。絶対いいよ。ね。スコープもつくし。俺スコープでも。絶対やめです、それ。もう、これはね。アイアンサイトで、NV 越しに。そうそう。でも MG のな、これ、アイアンサイト見づれんだよな、すごい。そう思った。全然わかんねえし。絶対それ短距離用だよ。そう。でも、なかなか作りいいよ、この MG42 アドオン自体、あ、モッド自体は。これ初めて使った。実は。確かに。そこに一回建物でちょっと了解。止まろう。太陽さん、絶対それ固定してやるやつでしょ。と思うんで俺は。まあ、腰ダメで撃つ武器ではないよ。で映画とかで絶対なんかあの、固定して撃ってるもん。そう。でもバルコールさん両手持ちだよ。あれは強いじゃん。そう、あの人のね、まあ日頃のね鍛錬があるからできることであって。あれは怪力だから。そう。だってあれあの人あのストライクウィッチズ2の第何話だっけ、1話か2話で重傷でネウロに殴ってたからね。やばいよ。そういえば2丁で頭おかしい。それまあいいんだけど、言ってはいけないが頭おかしい。よし大丈夫か。はいよ、大丈夫だよ。あ、待って、俺大丈夫だよ。これ GPS 持った、ウォッチ持ったな。 OK だ、行くぞ。オッケーよ。行くぞっつっといて、俺がこのなんか双眼鏡を見てたから多分。今ちょうど止ま、俺行こうとしたらお前が道塞いちゃったから。うわ、怖え。あ、こんばんは。こんばんは。ゆっくりしていってください。ゆっくりしてると明日遅刻するよ。明日仕事。察し。その場で伏せ。見せると何も見えない。俺今なんか見つけた。ああでも人いや、なんでも違うわ。オッケーオッケーオッケー。ほふくで前進しよう。もう怖い。あ、それもありかもしれない。もう急に弾飛んできても嫌だから。で絶対スナイパーいるよ。だっていないはずがないもん、ミニガンまでいて。弾が飛んできたら俺が応戦してやるよ、このヒトラーの電動のこぎりで。耳の方が性能はいいと思う。うお、びっくりした。もう銃声かと思ったじゃん、雷。怖いからやめてよ。これな、ワンチャン聞き間違えちゃう。砲撃音かと思う。それはない。榴弾砲の。あー、でもちょっと違う気が。でも着弾した時はビリビリビリって感じに空気が振動するそうだが。そう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 。まあ俺は直接経験したことはねえから何とも言えないんだけど。そんな治安悪いところにいないから俺たち。そう。安全国にいるから。まあでもナイトビジョン消すと消すで、またこれあの明かりが綺麗だね。どれどれ。ああ、基地の明かりがね、いい感じにきらめいてるよね。綺麗だ綺麗だ。これが 100万ドルの夜景だ。違いますね、それ函館じゃなかったっけ。あれ香港じゃなかったっけ。ああ、そう、日本にも なんかあったよね。無知だから俺全然。俺も無知だから。よくわかんない、よくわかんないで言ってるから、いつもコメント欄で指摘くる。わかる。うわ、ブッシュねえこっから、マジかよ。もういっそブッシュねえんだったらもう早掛けした方がいい気がする。どっか別、それをやると死ぬのがあるまだちょっと中腰で歩こう。近くの物資まで。どうせ迷彩来てるから、そんなすぐバレるようなことはないと思う。相手はナイトビジョンだ。怖いぞ。あ、物資に当たって進まねえ。それ。左からは行かない方がいいんじゃないか、倒してないから。
てか敵の数が多いじゃん。そうそうそう。てか左の方、この森の反対側に敵のゲートがある、うん、門が。ああ。通用門あるから危ない。なるほど。開いた。右から行く？遠いけど。右もでも右のあの森の中にまだ倒してない。ああ。エネミーが、あ、倒したやつ抜けそうこれ。そうだね。距離は1キロぐらいだね。どうしよう、どっちから行く、それにもよって変わってくるぜ。ちょうどこの正面あたりになんか敵の施設のその塀がぶっ壊れてる場所あるから、そっから入れそうなんだけど、でもそうするとちょうどあのミニガンの正面に出ちゃうんだよね。ああなるほどね。結構やばいよな、それ。あれ待って、ライムさんをまた見失った。あ、お前の方が前にいるぞ、ね、あーいたいたいた。どうしようかな、通用門も倒すか。あれで、ね、どうせだってもうミニガンだったらもう俺はこれで吹っ飛ばすけど、一発で大丈夫か、本当に当たるか。いや当てられる距離まで近づいての話。それで向こうが気づかなければの話。そこまではステルスで行くしかない。となるとどっから狙えるのかな。ミニガンここでしょ。この建物がねちょっと地味に邪魔なんですよ、なんか管制塔みたいなやつが。あーはい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 、これがあるからこうちょっと四角になるんだよな、ここら辺、ここら辺四角で。そうなんだよな、どうする、すごい無計画、どうする。このまままっすぐ行くか、まっすぐ行くか左の通用門突破するかの二方向、右からは多分まだ倒してない見張りが結構あるから厳しいような気が俺はしますぞ。中央突破する。遮蔽物がないんだよな、滑走路横断しないといけないから。それはきついな、それが心配。でもどっから入っても結局遮蔽物ないんだよな、こっちの側面は。じゃあもう行こう、反対側回るのはさすがにだるいからやめよう。とりあえずじゃあ左の通用門から行こう。もう左の通用門行くか、うん、敵兵おそらく2人。オッケー、じゃあそっち行こう。ここから見える？見えない。この左のこの林の向こう。オッケー、じゃあ行こう。了解。先導頼む。ただ通用門が開くかどうかは俺は知らないけどね。開かなきゃ、こじ開けるまでの話さ。乗り越えるまでの話だ。よく壊す。そのランチャーで吹っ飛ばす。吹っ飛ばす。でもいざって時になくなっちゃうと？いいよもう。俺たちには MG があるんだぜ。そう、俺たち MG だから。MG 勢だぜ、2人とも MG だぜ。それ今気づいたら、そういえばそうだわ、2人とも MG だ。やばい、ちょっと待って、ね、MG しかいない正体。それ普通機関銃は1つの分隊正体に1丁あればいいんだ。よしいいよ、 OK、 走んないで、走れないからこれ。了解した。今考えたら走れない装備っていうのもなかなかカオスだな。いざって時に逃げられねえなこれ。バックパック捨てるんでしょ、もう投げ捨てて走る。それポケットに全部入れて。うわー雨すげえ、なんか本降りになってきたよ。そう急に土砂降りになってきたな。そっかよ。まあ戦争感がしなくはないけど、これ厳しいぜ。いやでもこれぐらいの方が燃えてくるよ、むしろ俺としては。ナイトビジョンねえと何も見れねえ、なんか画面がブラックアウトしたみたいになってるもん。ほんとだ、暗転してるだけだよねもうこれ。ただすげえ、ただこれ7時前なんだよな。これが外国だ、それ日本は明るすぎるんだ、節約しないと、節電。それ本当になんかでも国習部隊的なあれにはなってきたよ。いいよねこういうの。そうこういうところは、まだ自己死しかしてないから。そうあ待ってその前寄せ、伏せ、明かりが見えた、俺がサーマルで覗いてくるわ。オッケー、俺は木の陰にでも隠れてる。了解。なんか MG で応戦してやる。怖え。まだ俺この MG 撃ったことないからさ、うずうずしてるんだよ。やばいでしょもう。撃ったことない武器で戦場に来てる。何があったし拾ったん。ああ落ちてた、拾ったとか言って。絶対それあの反政府軍とかね。そうだね。あ敵兵を確認。敵か、敵兵だもん。ここに味方いたらやだよ。それな、
あ、でも向こうのは見えないな、おそらく。じゃあ、こっから打てる、俺の位置から、うん、当てられる距離。見えないな。見えない。あ、待って、双眼鏡に切り替えよう。俺のね、ちょっと右まで来てくれると、見えると思うんだけど、サーマルついてるっけ、その、あ、スコープないのか、ごめん。そう、ついてないんだな。厳しいな、俺がやるかな。うん、頼むわ。ナイトビジョンはつけてる。武装はおそらくスナイパーだな、スコープついてるもんな。撃つぞ。お？木が地味に揺れて車線に入ってくる。やめてくれ。これな。どんぐらい落ちんだな、あれは。距離は 160m。 近いな、正面。正面。ちょっと待って、俺ももう一回、ちょっともう一回確認してあるよ。できれば見てもらった方が早いです。サーマルがあれば一発でわかんだけどな。ナイトビジョンだとわかんないんだよな。なんか正面明るいじゃん、ちょっと。明るい明るい。そんで見張り小屋があるはずなんだが。ね、ワンチャン木に隠れて見えないかな。なんか2本木が立ってて、その間から俺は今見えてる。あー、ちょうど見えないね。サーマルナイト。オッケーオッケー。頼むわ。撃つぞ。いいよ。どうぞ。それ、サップついてる？ついてない。だよね。ごめん、ついてない。まあいいや、もう。伏せて伏せてて、その場で。オッケー。あのさ、バレた場合、右の方のが基地じゃん。そっからもう銃弾の雨だから。あ、いいよ。じゃあ、あとは。行くぞ。いいよ。おぉ、始まった。アルミダウン。グッケー。すんなり当たったな。吸い込まれてったぜ。よし。敵はバレた。気づいたかな、さすがに。どうだ？さすがにもう気づくだろう。まあとりあえず前進するか。通用門でももう一人ぐらいいそうだな、地上の方に、下に。ただそれはもう近づかないと分かんないしな。前進しよう、見えない。うん、まあ木がちゃんと影にはなってくれてるから。うん、15星前進。了解。雷怖え。もうちょいちょっと左行こう、あの怖いから。あんまり基地の塀の近く行くと怖いから。そうだね。月曜も目視。敵？敵じゃない。あ、施設を目視。終わった？いやー、ダメだな、ナイトビジョンじゃよくわからない。終わった？どうした？いた？また敵兵ですかい？いや、大丈夫だな、大丈夫だ。あ、オッケーオッケー。じゃあ前進しよう。ただ突発的な戦闘に対処できるよう、ちょっと狙っててくれ、ずっと。サイトは覗いといてくれ。サイトでか。わかった。サイト、これ、あ、そっか、サイトの覗きながら前進はできないんだっけ、これ。できなくはないけど。あ、できるわ、大丈夫。スコープ覗きながらはできないよ。走れない。アイアンだったらできる。そうそう、アイアンならできるな。怖い。これな。まあでも、怖いな。いないことを願っていなさそうな感じではあるが。あ、これか、見張り塔ってこの。そう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 。これは見えないわ、ナイトビー、サーマルじゃないと。ここにいた、さっきは。うん。下にはいなさそうだね。だね。ただこれ、どうやって入れる？開くんじゃねえかなぁ。どこにいる？あ、入れた。おぉ！いる？そう？ちょっと待って。あ、さて、あの、そこやばいぞ。うん。分かってる。左右に分かれよ、思うの。うん。俺、右行く。分かって。俺、道路渡るぞ。いいよ、俺は渡ったよ。カバーする。ギョ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 。来た来た。で、まだ開けないでくれ。オッケーオッケーオッケー。ね、見張り台が向こうにも見えるじゃん？うん。あれか？見えてる？どれ？
俺の位置からだと多分見れない、それ。ほい、3、2、8。また GPS 忘れてきたな、これ。俺が今向いてる方。おった？あ、そっちか。待って。見張り台っぽいのがあるじゃないか。あるな、見張り台。敵を見える？なさそうな感じ。あ、いるわ。え？おーい。待って待って待って。なんか遮蔽物入っとけ。怖い怖い怖い。ここで撃つとな、基地の目の前だか。いや、あれはもういいよ。大丈夫かな、スルーした方が。スルーするか。スルーすることも大事だよ。ヘーブス入って、開けてくれ、頼む。いいよ、ちょっと待ってな。いくぞ。オープン。オープン。ここに開くのかよ。俺通れねえ。大丈夫だ、バレてない、中入ってる、見ててやる、よっしゃ、エン入ったな、オッケーだ、俺も行くぞ。アーセナルの、あっかれあっかれあっかれ、ここはあかれ、ここは NV 解除した方がいいと思う。うわ、雷光ってるな。俺はちょっと、よし、ちょっと押して、ここのドアが開いてるのが怖い。弾薬確認、確認チェック、よし、エンター、エンタークリア。あ、これアーセナルか。クリア、建物内はクリア。よし、一旦ここで作戦を練ろう。作戦練ろう、怖いぞ、閉めよう。うん、よし、怖い。マップを見よう、うん、今、あー、マップに映ってんの、でもさっきの狙撃兵って書いてある、怖い。おお、怖いよ。でもこれ基地の中入っちゃえばさっきのとこから見えないな、森があるから、林があるから。あ、歩きした、ちょっと行こう。問題はここだ。こっからあのターゲット地点までどうやって行くかだよな、うん、そうなんだよね、遮蔽物がほんと少ないからね。それ、どうしよう。滑走路の、滑走路横断して、うん、このまま正面をね、そんで右にこう建物沿いに、建物っていうかなんかいろいろごちゃごちゃした場所あるじゃん、管制塔とか建物とか、はいはい、それ沿いにこうターゲット地点まで行くか、うん、ここら辺からもう狙撃するかね。狙撃できないか、ミニガンじゃ無理だな、 MG じゃ無理だな。無理じゃ無理、距離は900ってどっか、狙撃は無理だな。とりあえず前進して、もっと敵に肉薄した方がいいと思う、俺は。とりあえず敵にもうちょっと見たい。ここからは見えないの、一応。NV は持ってるよな。持ってる持ってる。ちょっとサーマルで。少なくとも俺の目視圏にはいないが。右はこれ林だから、多分ここからは撃ってこないから。うん。左だな。うん。どう？あ、うんうんうん、なんか今いた。え、マジか。一人見える。マジでいた？怖いな。あ、二人見えた。お、距離。でも、距離は、うん。結構離れてる。全身500メーター。500メーターか。さっきライフルでやって500、あれも500だったから、機関銃じゃ絶対無理だな。俺の MG 一応、まあ、有効射程300だから。俺はやめときます。おー、雨の音。よし、前進しよう。とりあえず。お、雨の音。ナイトビジョンセット。あの正面の建物までともう一回移動しよう。オッケーオッケー。怖え。いた？いや、いそう。伏せよ、伏せよ、伏せよ。多分右のマス、あの右側の車線に入る。ここの林。右のマス。マジで？よし、じゃあ伏せよう。ここの伏せて建物の中をにエンターして、クリア。あ、でも建物、向こう側のドアが開いてるじゃん。怖っ。そうなんだよな、貫通してるよ、向こうまで。やだよ。狙われそうで怖いな。とりあえず前進で入ろう。はい、勝つなよ。待って、今道渡るぞ。行くよ。見えな。大丈夫。私渡るぞ。すごい。大丈夫。サーマウには誰も映ってない。了解。よし、来た。
よっしゃ。どうぞ。エンター、エンター、クリア、クリア。少し見よう。閉めますよし。くる、うわ、明る、なんか明るい。明るいな。ナイトビジョン解除。閉めるぞ。閉じ込められそう。オッケー。反対側開けよう。反対側開けよう。ここから様子見、うん。あーはー、敵、いるー。待って。今一瞬なんか動いた気がする。気のせいかな。ちょっと見てみて。俺じゃ無理だわ。俺のこのサーマルがついてるスコープめっちゃ言うの。うん、ちょっと見て、見てくれ。ヘリがいるね。だよね。戦闘ヘリ。だよね。なんか動いた？だよね。なんか動いた気がしなかった、今。何も動いてないか。あ、てか、この正面の2つの格納庫は俺たちが目指してる場所じゃないな。多分ね、違う場所だとは思うんだけど。ヘリ2機いるね。おー、ファック。ただし、人影らしきものは確認できず。できないか。なら、まあ大丈夫。まあ、今の嘘。おい。一人いた。やっぱなんか動いたなと思って。見張り台、え、でもあれじゃないな、見張り台だもんな、今俺が見つけたやつ。あ、マジで、あ、じゃあ違うか。まあ大丈夫だ。あ、見張り台。うん。二人見えてる、怖い。怖いです。どうしましょう。どっちに行けばいいの、俺らは。どこを向かって行けばいいの。うん、右下の、うん、基地の右下の格納庫が集中してる場所あるじゃん。格納庫が6個ある。ここに行けばいいの。そこ、そう、この格納庫の6個の一番上の格納庫にターゲットがある。待って、じゃあここどっちにしろ横断した方がいいかも。そう、ここ横断しないといけないの、滑走路を。待って、じゃあ行く。いや、待って、早まるな。早まるな。戻り。スナイパーが見てるからな。いたからな、案の定、見張り台に。どこの見張り台？ね、サーマルつけないと見えないと思うんだよな、でも。正面、こっからもう見えてる。正面？うん。なるほど。匍匐で行けばどうにか。あ、見える。ナイトビジョンでも見えるわ。マジで俺が多分確認できてないな。距離は、621m。あ、じゃあ、アイアンじゃん。見れねえわ、アイアンサイドじゃん。俺がやろっか。倒せるならやっていいよ。倒さないと、滑走路渡ってる間に死にそうだ。じゃあ、倒してくれ、頼む。了解。建物内からると。あ、ちょっとこれ、反撃してきたらさ、すぐドア閉めてもらえるように。いいよ。そっちがちょっと。あ、俺もいい、ここからでも、これ閉められる。あ、違った、反対側の開けちゃった。そう、OK、どこだ、これか。いいよ。バイポッドを立てての。いくぞ。いいよ。頼む、当たってくれ。ファイヤー。あ、当たんねえ、マジか。あ、うん、うん、どう。あ、ダウンした、OKOKOK。 怖い。怖い。よし、じゃあ前進できるってこと。押し込んでいけるはず。よっしゃ。ただ、左のめっちゃ遠くの方、多分見えてないと思うけど、うん、にも一応いるから、それは多分大丈夫。こっちにもいるってことだけ頭に入れといて、多分撃ってこないとは思うけど。これでこのまますぐ行って、建物らしきところまで行こう。うん、あ、ちょっと待って、ストップ。いいよ。そのまま右を向いてほしいんだわ、スーって。スーって、はい、向いたよ。いっぱい車が見える。待って。スーっと。車？トラックとか。ちょっと思った。あ、でもここからはミニガン見えねえな。オッケーだ、好都合だぞ。
OK、じゃあ前進しよう。よし、こ。可能なら伏せていった方がいい。そうだね。あ、待って、2人で、あ、3人。いる？一番近いところに2人いる。うん、うん。うん。伏せてこう、伏せてこう、伏せてこう。ちょっと時間かかるかもしれないけど、頑張っていくぞ。そうだね。反対側の、正面に見えてる格納庫の右側の格納庫の前まで行こう。OK。OK。え、右？正面、真正面に見えてる格納庫の右？真正面に2つあんじゃん。うん、うん、2つある。その右側と、ね。右側の方ね。OK、了解。左は明るいから危なそう。そうね。右は明かりが灯ってないから誰もいなさそう。だからでもあんだけ撃ってもう基地警戒態勢に入ってるような気がしないでもないんだけど。入ってるよ。割ときっつい戦いになりそうな気がする。こっからうわぁ、サーマルつけるとめっちゃ見える、怖い。敵がウサギかもしんないけど、なんかポツポツいっぱいいる。とりあえずチェックはしといてくれ。俺は全然わかんねえ。あ、待って、そのまで伏せ、まあ、伏せてはいるけど。まずい予感がしたんだが。マジか、大丈夫か。あれあれ、ウサギの動きじゃないよな。砂じゃねえか、ワンちゃん。いや、でなんか砂が変なところに捨ててるからさ。あ、いや、ウサギかな。そんなに AI 動き回らないから。いや、あのスキル上げとくと動く。マジか。俺上げた覚えはないから動かないと思う。うさぎだ、行くぞ。よしこ。マジウサギが邪魔。サーマル動くもの映るし、熱があるものが動きちゃう、映っちゃうから。ってことはあれは LED 電球なんだな。熱がねえもんな。な。お、滑走路の明かりが綺麗だね。あーね、あ、トラックめっちゃ見えるんですけど。右側？うん。オッケーオッケー。もうちょい近づければランチャーで一掃できるけど。トラック壊してもどうしようもないんだよな。中のものなんだよね。そう。でもあんたのワンチャンあれ外のトラックやったら誘爆、あー無理だ。一発足りない。来ないは多分入んないな。二発乗ってくるべきだった。MG のマガジン一個減らして。近そうに見えるけど立体的に見ると結構距離ありそうだもんな。うん。グレ持ってる。爆破用のグレなりなんなり。グレあるよ。あ、なら大丈夫だ。4発持ってる。いや、トラックは爆発しなくて大丈夫。周りの敵全部倒すとクリアになるはず。そうか。だったらもう一気に周りのトラックも片付けちゃっていい気がする。まあ、ずっと近づかないと。近づかないと。軍艦の指令ではできるだけことを大きくするなということだ。ちょっと荒ら、あら、あー、うまい。言葉が出てこなかった。荒立てたい人。司令部はできるだけ静かにやれと。だから二人しかよこさなかった。それはいじめだろ。滑走路渡るぞ。いいよ。滑走路はもう、ノロノロ行くよりも、パパパパって行った方がいい。あ、待って、ごめん。ん？うん。敵兵が、いたか？あれは敵兵でしたか。ちょっとね、うん、位置さえ指示してくれれば。正面の滑走路の、あ、滑走路じゃない、格納庫の左側の格納庫の左に小屋があるんじゃん。小屋っていうか詰め所みたいなとこ。どっちの正面の格納庫の左側の格納庫のさらに左の建物、うん、あー、はいはい、詰め所みたいなちっちゃいやつ、うん、の前に、うん、2人いる。倒せそう？無理だね。とりあえず正面のあの格納庫に行こう、うん、渡るぞ。滑走路伏せてこう、伏せてこう。怖い、音立てると死ぬ。あ、頭上を銃弾がかすめていくから。怖え。撃たれてもおかしくない。フォーカスだよね、俺ら。敵基地の滑走路こうやって匍匐前進してるんだな。着陸機来たらやばいよ。引かれるよ。
なかなかでもカオスやってる。やばいよ。二人で敵基地制圧する。軍隊か。カオスです。二人でもう中隊分ぐらいあるから。それ。やばい。MG2 丁弾薬に至ってはライムさん一人で一中隊。装甲車一台。装甲するんじゃない。装甲車だからもう1200発。それ。やばいやろ。基地外だろもうって。よし。あー敵、あー見えた、二人いんじゃん、詰め所に。そうそうそう。ここからならでもキルできそうだけど。ほんとかよ、右にもいるからな、一応。あー確かに。あれが怖い。ちょっと待って、バイポット立って、あ、見えない。とな、俺は、あの、遮蔽物があるとこまで移動することを打診するぞ。もうそれには賛成だな。ここで、追っ始めるのはやばいっしょ。さすがにこれはな、挟まれるべ。挟まれるべ。俺も遠慮したいと思う。管制塔の前に1名。ん？うん。ん？うん、そうだ。管制塔の前に1名。帽子が士官だな。士官か。俺、目いいな。目、まあ、そうね。え、武器持ってないんじゃね？あれ、士官ってこと。あー、ワンチャン。てか、士官武器持ってないよね。武器持ってないキャラがいる。あ、ね、どっか行っちゃった。怖っ。消滅したんだよ。そうだ、もうちょい右コロコロって転がれる？転がれるよ。あの、森まで行こう、林まで。その格納庫ダメだ、明るい、ダメ。持ってりゃ明るかった。右側にコロコロして。コロコロしてる。カホス。右側にコロコロしましょう。そう、一人称だとクソ酔う。やだあ、ここは草がない。ここら辺でいいや、ここから。OK、前進しよう。誘導路が右にあるじゃん。この縁まで来て。あオッケー、前進。了解。なかなかカオスだよね、やってること。ね。でもなんかちゃんとやると意外と死なないよね。それの。敵にはまだ一気にもされてないし、最高だな。一回俺引き殺されただけよ。事故。ちょっとした事故があって。ただそれ以外全然、今回ね、敵と接敵はでもしても一方的に切るしね。ね。まだ。反撃がない。そう。気づかれてないんだよ。こう真面目にちゃんとやれば。これがアルマ。これで。そう。怖い。これ。サーマー。そろそろ立ちたい。まだ頭上げちゃ、頭上げらんねえぞ。ああ。上げられないな。どう？ここからまた誘導路を渡るのが、ここが俺正直一番怖いんだよな。ああね。草すらなくなる。そして左右に敵兵計4名。距離が。いいならいい。うん、距離が500メーター以内だろ。だったらいっそ走った方がいいんじゃないかな。バレて撃たれそうだな。まあ俺どっちにしろ走れないんだけどね。そう、それなんだよ。武装的にちょっと重いから。俺は走れるけど、それは俺が走れてもしょうがないんだよ。まあそのまま報復でいいんじゃないか。気づかれてね、行くぞ。報復だ。ガーベン3人いねえかあれ。いや大丈夫だな。オッケー、ヘリの鍵に入るぞ。オッケー左のやつは大丈夫だ。俺はもうあとは右。やっぱり士官か。あ、でも武器構えてるっぽいな。ちょっとわかんねえわ。来てる。オッケーカモン。うわー、左怖いよ。右もだけどな。右俺もう大丈夫じゃん。あれでも左、はい、あれ敵いなくなってね。いる。出た。え、これ、左、30ねえとマジ戦えねえぞ、これ。マジで、そんなか。もう雨のこのノイズがマジで邪魔だな。あーね。オッケー、渡り切った。オッケー、待って、俺もじきに。ここはいねえよな、さすがに。わあ、しょーん。いた？ん？いや、あれは俺は殺したやつは大丈夫。オッケー。死んでる。よっしゃ、渡り切った。さっき、え、すげえな、俺さっきあの小屋からここ狙ったんだ。おお、なかなか。さすが。よし。じゃあどうする？どこ行った？オッケー。俺いるよ。とー、これ、MG。
とね、待って、ここの縁にちょっと行きたいな。一層のヘリ奪うってのも手だ。撃ち落とされます。それな。あー、こっから見えた。怖い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 。ちょっと待って。距離を測ろう、距離を。オッケー。わー、見えたー。160メーター、当てられるわ。そっちも多分いけると思う。それ300届くっしょ。ちょっと待って、俺にやらせてくれたまに。で、こっから左、あ、まだ撃つなよ。待って、こっから左、左の方のさっきのあっちの、うん、俺たちが目標としてる方のやつらはこっから見えないから、うん、撃てないはずだから。オッケー。二人でやろう。ちょっと待ってよ。よ。いつでも撃てるぞ、俺は。あと俺が把握してない。オッケーオッケー、見えた。いい？撃ち方始め。ダン。オッケーオッケー、ダン確認。よし。よし、いいぞ。これ待って、この銃、レートが速いからか追いついていってないぞ、カウントが。やばいやん。よし、大丈夫。オッケー、行こう。こっちはもういないはず。大丈夫なのかも。右は全部クリアした。あとはこの。ちょこちょこっとしたなんか遮蔽物にこう身を隠しながら、そうだね、こうチラッチラッとね、進んでこう。オッケー。人の下とかすごい怖い。怖いなぁ。ちょっと待って、あんま早く行かないで、走れないから。頭上げると怖いな。林の中にはいないはずだ、さすがに。さすがにそこにいたら立ち悪いよ、ほんと。おー、やった、今日初キル入ってる。どう、敵見える？ここから。見張り台のやつが見える。あー。見張り台とか俺はもうできないから。そういうのもう。距離測らせて。いいよ。あー、1100はさすがに無理だな。やめよう。無理だね。俺ら MG 組には無理ってか、タイムスライフル持ってきてやっとぐらいだろ。マックスマンでも厳しいもん。それかもう、M2 持ってきたら違う。50口径ねえと無理だよね。それ。とりあえず前進しよう、このまま。ミニガンがいることを念頭に置くと、あんまり突っ込めねえんだよな。あ、敵兵見えた。いた？変なの、明るいところなんだ。明るいところ？左側のあのオレンジのライト。オレンジのライト？ NV 消して。ああ。敵いそう。あの建物まで行こうよ。とりあえず遮蔽物どんどん使っていかないと。了解了解、あの建物まで行くぞ。おお、 NV 消すとなんか綺麗。それすごい。でもちょっと暗いよね。うん、でもこんなもんだよな。ね、敵に狙われることを想定してちょっと明かりをね抑えてるんだよ。そうそう。光量を減らしてる。嫌だわ。しかも田舎だからちょっと電気がね来てないんで、うん、節電ですね。ね。よし、 NV 消そう。ここからはナイトビジョンなくてもいいけど。スコープの NV でいいや。よっしゃ、この施設にエンターするぞ。から入るんだこれ。こっちか、行こう。あれ来てる？来てるね。よし、行くよ。あ、待って、これ。あ、いいね、大丈夫大丈夫。右のここはいない。うん、トタンザ。入れるな。怖えから、マジ。いくぞ。当たれないよな、オッケーオッケー、いいぞ。うわー、おい。大丈夫か？エンター。エンター。クリア。クリア。どうだい？怖え。お、アーセナル見つけた。え？したい？アーセナル。ああ、びっくりした。アーセナルか。いや、俺は MG のままで。クリア。
いや、オッケー。この建物内は知らない。なんかすごい、まあさすがにいないと思うけど。倉庫だもんな。大丈夫、クリアクリアクリア。あ、てかもう開けないでおこう、怖いから。開けなきゃ来ねえ、うん、やつら開けなきゃ来ねえから。そう、ちょっと倉庫の中入ろう。オッケーオッケー、来てるか。大丈夫大丈夫、開けてる。よしよし。なんかすごいレトロ、レトロな空間だな、うん、さあ作戦会議。あー、するか。閉めます、閉めます。すごい電気って窓越しに見えるの。あ、見える見える。敵は、敵は見えない、見えないな。なら大丈夫と、マップを見てもらって。敵でもこれすぐ近くにいるんだよ、確かこの辺だもん。いる、ちょっと出てみるか、外誘導路まで。そうですね、うん、よし、開けるぞ。いいよ、 OK。 ぜひそこの、そこのちょっと出口からちょっと外見てみよう。どっち、こっち、そっち、これこれこれ。あ、正面の、うん、OK、OK。反対側渡って、OK、これよいしょっと。見えるか、見えねえな、見えないな、思ったより見えないな、マジかよ。今のこっちまで行こう、こっちの正面の。 OK OK、 雷の音が銃声に聞こえるんだよな、それ。パーンっていう乾いた銃声に。よし。あー、敵、エネミー。いい、どこどこ、顔出すと集中砲火の危険あり。ここ、そこ、ここ、そうそうそう、それそれ、顔出すとね、うん、50メーターぐらい先にいる。いたー。あれでも倒せるだろ。でも一人しかいないよね。うおー、めっちゃいる。俺は見てないぞ。おい、ちょっともうちょい下がった方がいい、それね。倒していい、あの士官はやっていい。ただもうちょい下がって。あーやーやー、さあさあ、転がれ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 左に転がれ。オッケーオッケーオッケー、つえ、まだいる。一人奥にいるのは倒せなかったよ。了解、手前のだけやった。ナイス、オッケー、倒した。いや、生きてる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 。マジかマジかマジか、くそ。装填、はあ、怖かった、危ねえ。やった、わかんねえ、サーモンにしよう。あ、いるいる、生きてる。当たんねえ、エイマー使えたってことはやっぱ生きてる。あ、撃っていってる、撃っていってる。オッケー、ダウン。いや、ダウンしたんじゃないか。ダウンダウンダウン、オッケーオッケーオッケー。うん、クソ、弾使いすぎたね。 MG 早っ。マガジンリローディング。オッケー。あー、怖えー、怖えー、やだよ、怖いよここから本番って感じだった。ここから本番だよ。俺たちはまだ始まったばかりだ、まだミニガンもいるんだぞ、この先に。そうなんだよな。うおん、てか車両あんじゃん、そこにトラック、まあ、トラックならまだいいんだよな、誰も乗ってねえから。乗ってても撃ってこねえから。こっちからはいけないな、こっちから行こう。ここ煙幕で何も見えねえからやめよう。こっちこっち、オッケーオッケー、そっち行こう。裏から入ろう。あれはびっくりしたわ。ま、割と敵がすごいいたって。あ、待って、敵走ってくるぞ。声が聞こえた。おいおいおい、頼むよ。俺後ろ見てるからちょっと先行お願い。怖いね、怖いぜ、全くもって怖いよ。もう違う、ごめん。
エンタ。この辺は大丈夫そう。本当かよ。これ登れるかな。正面の？この塔。あ、俺で。ちょ、俺登っていい？オッケーオッケー。警戒してるわ。怖い。集中砲火だなこれ。それバレなければ問題ない。バレなければ問題ないのか。多分でもこんだけ暗いからバレないと思うんだけど。完成と人いんのかな。いなさそうだな。でもあれ、うん、いないと思うんだけど。ああ、怖い。よし。うん、管制塔は人いねえわ。オッケー、到着。オッケーオッケー。何か見えるか？現在確認中です。ちょっと待ってな。雲あんまねえのに雨降ってる。どんな天気だよ。なんだろう、トラック密集地帯のところには敵兵は確認できないんだかな。なんだよ、置いてある？トラックがさ、1,2,3,4,5 って並んでるとかあるじゃん。うん。ぐらって。あ、ごめん、いた。あのね、格納庫の目の前に、2人。2人か。で、なんか燃料タンクのちっちゃい車が、あと戦闘機がいて、その手前に1人、2人っていて、まあ、要は2人、格納庫内、ね。格納庫付近。オッケー。ただね、こっから見える一番手前の格納庫がターゲット。ああ、そのターゲットの手前に2人で、ミニガン見える。ミニガンはね、ここからだと確認できないね。そっから撃てるなら撃ちたいけど。俺は撃てるけど今。敵に狙われた場合はどうする？狙われる前に倒さなきゃ終わるよ。うん、一言。地上から行けんなら地上から行きたいな。その方が安全だもんな。地上から行ける。ちょっと待って、ルート今書こう。了解。死なないことを。黒い線で書くよ。あ、チャンネル何になってる？いや、多分線は見えるはず。線は見える。マスどう？見えてる？見えてね。俺が切り替えよう。見えね。あ、マジで？あ、あ、うん、見えた。サイドチャンネルになってるけど見えるわ。うん、見えた、せん。うん。で、さあ、いける。いけるか。で、ミニガンの位置がね、ここなんだわ、多分。待って、俺が今つける。うん。ここら辺ミニガンなんだわ。え、見えなかったけどな。見えないか。建物があるから隠れてるだけかもしんないけど怖いな。あーあ、このかタワー、うん、この建物が邪魔なのかもしれないな。この建物が邪魔なんだよな。これここのミニ、ここ出てミニガンこっち向いたら結構やばいよね。それ今でもここからだったらバイポット立てて MG で狙えるよ。ミニガンが見えてないうちに敵兵を減らすか。うん、俺としては敵を今ここで倒すことを愚痴にする。待って、俺がちょっと敵兵確認してからにしてくれ。多分一人でやんの厳しそうだから。あ、じゃあ待って待って、お前じゃあ格納庫の縁までさ前進して。先縁か。だから、あ、違う、格納庫からの近くまで前進して。とりあえず今上から見てるから、線書いたルート通りに。うん、オッケーオッケー、了解。大体そんな感じで行ってくれれば。で、この線の先っちょがそのだから格納庫前の敵兵だな。建物のあの倉庫のところになってるから。了解。その辺まで行けば多分分かるはず。ルート上に敵兵がいる可能性はあるな。うん、じゃあ上から援護できるところはあの援護する。エネミー。あ、もうエネミー。ここ出るといる。やべえ、マジか。あ、これ待って、見えてる以外にも思ったよりいるかもしんねえぞ。待って、お前を確認した。サーマル持ってないよね。持ってない俺。そうだって、俺も一回上登らせて。あ、いいよ。ワンちゃん見えてないだけでいるかもしんねえ。怖えぞ。それな。俺も今サーマルなかったら多分そのまま出て死んでたもん。マジか、そんなとこいた。いたよ、怖いよ。そしてこれを登んの遅え。それ。まあでもそんなもんね。
リアルなんだよ。そんなもんだ。どうぞ。前2台並んで縦列駐車されてる、縦列駐車されてるトラックのとこには誰もいないな多分。うん、そこにはいない。もう確認済み。問題はそのなんかいっぱい物が置いてある場所なんだよな。そうなんだよ。何名見える？そっから。2人か。正面に、正面ってか格納庫前に2人。サーマルで見よう。うん、サーマル1、2。うわ、落ちそう声。あれは死んだじゃん。1、2、3。あー、やっぱいるか。3名だけだけだね。遠くに見張り台のやついるけど、あれはまあ、距離は、でも距離370。あ、待って、近くにいるわ。うわ、怖え。マジかよ。どう？行けそう？下から。下から行けるかな。それとも上から先に敵2人排除しちゃう？うん、2人排除して、うん、で、下から行こう。オッケー。ちょっと待ってね。いいよ。手前の狙える？手前のができる。奥やってね。奥やる。オッケーオッケー。タイミング合わせよう。了解。じゃあ、3、3、3カウント。うん。俺が？いいよ。あ、いいよ。そっち。そっちのタイミングでいいよ。いいよ。うん。3、2、1、ファイア。マジ、バレる？うまっ。いや、ダウン。手前。ダウン。手前やり込まれた。ダウン。グッキュー。すまん、やり損ねた。当たんなかった。反動でかすぎた、俺のか。で、あとは。わお。どうだ？クールだな。だな。見張り台、やっぱこれ、基地一周してるわ、うん、ぐるーっと周り。めっちゃいるもん。バイポッド外して下降りるぞ。いや、で変化するから。すげえ近くにいた。怖っ。おお、降りてる。降りた。まだ。俺が降りる。うん、先行って。 120m ぐらい近くにいた。そんな近くにいるのか。見張り台怖い。これ階段降りてるとき NV 切れないんだ。それな。つけっぱできちゃったじゃん。なんもいいね。緊張してきたね。これが楽しいんだよな、アルマ。そう、そう、これ、この感覚はね、本当に楽しいというか、ね、なんか1レースがでかいじゃん、アルマって。そう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 、そう。それが楽しいんだよな。それなんだよ。俺らでもまだ敵にはキルされてないもんね。事故の時はね、最初の。お、NV、よし。よくないでも。そうそうそう。今日、かなり順調だよ。個人の能力ってよりは、なんか、全体の作戦が結構、関わってくるから、面白いんだよな。そうなんだよね。じゃあ、戦闘頼むよ。これは3割目から。どうしよう、そっちから行こうかな。いや、ダメだな、これ。いけない？下からは。さっき行ったルートだと多分狙撃兵がもうこれマップに出てるから。じゃあやめよう。ルート変更しよう。こっちから出れるかな。中で書いた。やば。じゃあきついんじゃないか。そう、これきつそうなんだよな。管制塔があるじゃん、タワーがここに。うん、てかタワーまで行こう。これの周辺にいそうで怖い。じゃあとりあえずタワーまで。さっき士官がここに。そこまで。とりあえず行こう。で、ここを渡るときに、ミニガンの車線に入るから、うん、それ注意。見つかったらいいよ、吹っ飛ばしたら RPG で。いざとなったら。俺がちょっとじゃあ、後ろで見てるわ。うん。
おい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 、俺の方が銃の性能はいいから。走る いや、いける、いくぞ。どこだ、ミニガン。見えねえか、ワンチャン。あ、トラックでワンチャン。あ、見えた。おお、敵兵いるぜ。倒していいっすか。いいよ。まあ、いや、まだ俺だ、俺だ、俺がペタ。転がれ、転がれ、転がれ。その場に伏せ。その場に伏せると死ぬぞ。おせ、おせ、おせ。俺今、治療中。あーあー、メディック。オッケー、オッケー。今行くぞ、待ってろ。スモーク展開した方がいい。ああ、方がいい。あ、やっぱミニガンいたわ。車線に入ったわ、これ。トラックがうまい具合に邪魔なんだよな。待ってくれ、メディック。距離は近い、距離は近いが、ミニガンが明る。待って、今俺の場所ならまだ大丈夫。ここバレないって言ったらしい。や、ミニガン見えてる。そっちまで行くまでに俺がミニガンの車線に入ってスパパパパやられるわ。オッケー、ミニガンだ。むっけー。だでー。なんかこのスコープさ、うん、近距離になるとやっぱりなんか全然さ合ってないんだよね、照準が。長距離用だから。あれ、近距離になるとめっちゃ上の方を狙わないと当たんないって。あー、でさっきお前が見つけた敵は倒したか。いや、多分倒せてないんじゃないかな。しかよ、いや、とっさだったからね。うわ、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 垂れてる、垂れてる、怖い、怖い、怖い。あ、やばい、やばい。では、死んだ。あ。あー、くっそ、マジか。あ、リス地点、結構近く、あ、ん？あ、あの、上の方にあるわ、基地の方に分けるわ。でも、まだまだまだ1回だよ。そっちも死んだ？俺も死んだ。オッケーオッケー。NB ベース1、1だっけ。え、待って、リスポーン地点、リスポーンはできるけど地点が表示されてないバグ。どこにあるのかが表示されてないバグ。リスポーンタワーじゃない、それ。あ、エネミーベース1。どれが一番近そう。わかんない、こっからは見えてないから。エネミーベース1でお願いします。じゃあエネミーベース1に開きました。あ、ここか。オッケー、近い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 。さっき、ほら、ここだ。こっち分かったな。これな。ちょっと待って、ネタ武器じゃなくてマジで武器にしよう。もうここまで来た。俺もここ明るいからいいや。あれ消そう。やっぱあれがダメだ、あのスコープが。あの、うん、NV スコープがダメだった。あれ使い慣れたこいつがいいぜ。よっしゃ、ネタ武器じゃなくてガチ武器でいくぜ、ベイベー。アルコールンさんは残念ながら現代の戦場においてはちょっと力不足のようだ。しないわ。よし、ランチャーいらねえんじゃねえか、もう俺ミニミアで。行くぞ。でもいい、走れるし。あ、待って、どこ行った。どっから撃たれたか分かんないんだよね。俺は一応でも把握したけど。お前が見つけたやつが撃ってきたのかな、生きてて。多分そうだと思う、だって殺してないから俺。誘導路出んの危ないかな、これ。あの、誘導路出る前にあの車吹き飛ばせばいいと思う。一回開くした。と見てみるか、誘導の。うん。じゃあ行こうか。じゃあ行こうか。うん。あ、こっちじゃない。あ、いいんだ、こっちだ。これ開けると誘導だよな。うん、開けるぞ。うん。もう近くにはいないはずだから。うん、ここにはいない。もうクリア済みだから。で、どうだ。サーマル、サーマル。まあ、失礼するぜ。OK。サーマルだとまだ見える？死んでるね。うん、正面3人死んでる。ああ、とりあえずこっからだったらいけるんじゃないか。きっと距離離れてるし、まだ。誘導路は渡り切ったよ。ま、待って待って待って、敵敵敵、出るな出るな出るな、そこは危ないぞ。あ、俺の死体が車両のしゃがんで見えるか。車両のなんか変なとこにいるな。あー、あれつか、お前どこ行ったし。後ろにいる。どうだ、
あ、いた。車のさ、ライト割れる？うん。狙撃して。狙撃して。お前、無茶言う。あれが邪魔で全然見えねえ。ダットサイトだぞ。やってみる？俺もちょっとこれ伏せて、バイパー、あ、後ろ警戒？いないな。オッケー、いないいないいない。やってみるね。撃つよ。ちょっと待って、俺もやる。撃つぞ、ファイヤー。よ。無理だ。当たんねえな。トラック吹き飛ばす？トラック吹き飛ばしちゃうか。吹き飛ばすよ。吹き飛ばしてお願い。はい、お手のままに。頼んだぜ。待ってな。あ、バックブラストで死にそう。待って待って、まだ撃つな。オッケーオッケー。怖いよ。さすがにこのゲームにバックブラストまであるとは思えんな。いいよ。うぅ。いや。当たらなかった。え弾まだ。お前言う。ん？当たったか？当たり判定がワンチャンおかしくなってる気がする。まあ、あと一発。どう？当たったかわかんない。当たってない可能性。そうだよね。当たり判定おかしそうだよ、これ。もっと接近。もうちょい近づくか。そっちは危ないね。こっちから。そうそう、あんまそっち行くとね、結構やばい。だろう、なんかね、届いてはいるんだけど、手前に落ちてんのかな。え、なんか当たってない。そうなんだよ。多分直撃コースだったと思うんだけど、ね。当たってねえな。明日、ピンで落ちますね。はーい。了解です。はい、お休み。むしろここまで見ててくれたことによる。ありがたいぜ。さすがにここまで来れば当たらないってことはねえだろうけど。待てよ、バックブラスト怖いぞ。建物に、うわっと。どうだ。ね、ダメだこれ、当たり判定おかしいぞ。それな。それ、モッド武器だっけ。そう。え、でも普段はちゃんと当たる。あれかなぁ、エイペックスのあれと、なんかおかしくなってんのかな、かもしれない。なんか干渉してるかもしれない。当たり判定だって、アーセナルの時はちゃんと当たってるから。こっからちょっと撃ってライト消してみる。あ、それがいいかもしれない。消えない。ダメあれ。消えないやつかもしんな、ね、い。あれ、ちょっと待って、アーセナル一旦戻るね。了解。すぐ戻ってくる。あのライトなきゃ狙えるんだけどな、車両の下に潜ってるやつを。それ。ライトがあるから狙えに、うん。少しその場で待ってて。了解。ワンチャー変えてきます。待って、俺もちょっとさ、スコープだけ持ってくるわ。あ、そうだね。変えよう。スコープ2個持ってこう。うん、それはいいかもしれん。サーマルのないスコープだとやっぱりでも、明るい場所ならいいんだけど、暗い場所はきついね、やっぱ。あーね、確かに。アーセナル道具だ、あった。違うね。意外や意外。もう12時でした。早かった。FS10 やろうと思ったのに。そう、俺もFS10 やろうと思ってた。アルマンさっさと終わらせて FS10 やろうかなとか思ってたら、もうこのざまだぜ。それな。でも楽しいけどね。楽しいけどね。そう。で、ベストかな。入んねえな。待って、パンツァーシュレックあるんだけど。おかしいよ、もう。あ、パンツァーファーストか。パンツァーファーストはネタ向きすぎるな。でもいいや、パンツァーファーストにしよう。あ、パンツァーファーストめっちゃ相談数ある。持てるぞ。7発持ってこう。走れないけど。走らない。いや、走れる。やだ。どう飛ぶのかがわかんないんだけどね。あれ、これ。うん。あれだっけ、スコープとか詰めないっけ。あー。詰めるなかったかも。いや、詰めたはず。一回落として拾えばいいんじゃね。
あ、そうだ、それだ。ナイス。それだ。一回地面にホールドして。こっち。どう。でつけて。閉じて。できた？わ、あるある、オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ行こう。あ、待って、ナイトビストつけ忘れたから。いっそサーマルにするか。サーマル、俺これエイペックスのやつなんだけど、結構見える。あー。待って、双眼鏡をサーマル付きのにしよう。それがいい。ソフラ敵地を目前にしてこんな休憩タイムがあるとは、いい戦場だな。それな。なんか日本の旗がついてる、やだ。あ、それ間違った、俺つけてた。気にしないで。しといた。オッケー。よし、いいよ、行こう。ミニガン倒しただろ。オッケー、ミニガン倒したから穴消した。オッケーオッケー。よし、行こう。他出るぞ。いいよ。あのトラックぶっ壊す？ぶっ壊せるかな。ちょっと今度は行ける。あのなんかトラックの向こうにいるはずなんだよね、あそこから撃たれたはずだから。うん、頼むぜ。パンツァーファーストで行きます。違い、それこの距離ならバックブラストで死ぬことはない。しゃがんで撃てないの、それ。撃てるよ。その方が当たるんじゃね？ファイア！お、命中。命中。したのにこう爆発しない？いや。ん？一個吹っ飛んで後ろの、あれ？どうなった？あ、わかった。これ爆発いいんじゃないか。やっぱり一発二発当たった。弾の問題なんじゃね？もしかしてワンチャン。うん。でも当たったのは事実だよね。多分。当たった当たった。ねえ、もっと近距離でじゃあ、ぶち込むよ。いくよ。うん。まったくね。ファイア。やっぱ当たってるよね。バグってんな。もういいや。それか、ワンチャン車両ダメージがオフになってる可能性。あるわ、それありえる。それ絶対ありえる、絶対ありえる。パンクしねえもんだって、多分あれだよね。パンクしねえもん。あ、パンクしねえもん。あ、オフになってるな、これ。しっかり。ってことは武器自体は別に異常ではなかったってことだ。そうやな、どういった。オッケーオッケー。ただでも対人には効くはずだから。ここ出るとき気をつけろよ。まあ、怖いかな。クリアした？オッケーだな。クリアした。うん、怖え。で、さっきお前が見つけた敵どこにいた？この先。この先か。いや、うん、この。あ、そう、危ない危ない危ない。戻れ戻れ。あ、そう、マジか。どこにいた？やってくれ、先倒して敵を。多分倒せる、2人だけだから。伏せるのが安牌、転がれるからな。それか煙幕を展開してくれると嬉しい。持ってないんだよ多分。あ、持ってるかも。あ、待って、俺ちょっとこっから敵兵見えるから。うん、やっと倒せ、うん、倒せる。よし、まったグッケーグッケー。あ、死んでるな。ミニガンナー死んでるな。うん。メリー。ちょっと待ってろ。痛い、やばいやばい。敵まだいる？ああ、これ建物に当たる。あ、オッケー、しゃがんでくれた。リロリン、リロリン、やばいぞ。
ちょっと待ってくれ。あ、オッケー、待ってくれ。敵を。そう、ワンチャン近づいたらもう。うん。ちょっと待ってね。お。これを、ゲームの仕様上、多分、この距離から。どうだ？じゃないか。お？あれこれ。え、あ、オッケー、来た来た。マジか、よかった。あー、来た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 。すぐ戻ろう、すぐ戻ろう。怖いよ。転がれ、転がれ。コロコロって。待って待って待って、俺ここからならやれる。マジか、オッケー、頼むぞ。ワンダン。オッケー。うわ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 。やばい、装填。うわうわうわ。あ、敵死んだ。お前は？俺生きてる。生きてる。よかった。オッケー、倒したよ。多分。絶対まだいるからな。まだいると思うけど。怖え。これな。怖いっすよ。うわ、びっくりした。おぉ。俺を撃つなよ。大丈夫。クリアするぞ。戻るよ、戻るな。怖い。正面死んでるだろ。あれ？俺も死んでるな。これは大丈夫だよ。うわぁ、エネミー。どこにいる？現在地を伝えよう。あぁ、どこにいる？ここ。上は？あの、燃料タンクの近く。戻ってこい。待て、倒せ、一人だけ。危ねえぞ。やつは俺がやる。ワンダウン、オッケー。トラックの前の敵は一人倒した。どこにいる？あ、そっちか。オッケー。そんなとこまで行ってたのか。うん。あ、離れてた。うん。オッケー、一回建物内に入る。クリアした方がいいな、これ。建物中ねえのか。でもいなさそうだよ、多分。いない。もう、いない。いいな。ね。うん、いない。待って。と思う。俺からは少なくとも見えない。何者かの足が見える。おー、マジかよ。いや、死んでんのかな。死んでるな。あれも多分車両ダメージオフ。あ、あれは壊れた。あれは燃える。謎だな。それは一応壊しておこう。そう、わうわ。あ、うずやばい。どこから。いた。え、どうだった？わかんない。でも銃声はあんま近くはなかったな。え？どこからだ？発見。生きてやがった。倒したと思ったのにな。なのやってくれ。戦火確認がおろそかだったな。うん。まあ仕方ない。戦場でのことだ。しかもそんなに天候が悪いわけ。何見たの？本当に死んだかな？いやー、大丈夫じゃないかな。手前の兵士に当たってそう。オッケー。メリーク。もう一人見えるんだけど、これはもう明らかに不可能な位置だからやめとこう。もうちょい移動してから撃つ。オッケー。と、あれ、メリック出ねえ。おお、マジ。ああ、助かった。まだだ。調子の音死ぬからやばい。そうだね。最後までちゃんとやんないとダメ。みたいに慎重にいかないと。でも、なんだかんだ言ってまだデスはしてない、一回しか。俺はデス一回だな、まだ。
どの辺にいた？あーいた！わー見えてる！下がれ、また、やるや俺が見えてないからやめてお願いだから怖いよ、怖いよ。オッケーオッケー、大丈夫ダウンさ、オッケーオッケー、うん、これね、そっちに奥にいるんだわ、このトラックが、車列があんじゃん。あらその奥になんかプレハブみたいなの並んでん？プレハブみたいなの並んでんじゃん、そこにいるんだ多分。だからこれこのまま格納庫に向かって走るとそっから飛んでくる弾が。なるほどね。オッケー。あ、いた見えた。まだ。一応撃ち漏らした時用に俺も。待って、早く出せ。こっち向いてきた。マジか。いいぞ。オッケー、倒した。オッケー。多分大丈夫じゃないか、わかんないけどね。どうだ、見える？見えない、トラックの方行くの。OK。 うわぁ、眩しいね。ここの辺もナイトビジョンない方がいいかもしれない、そろそろ。いや、まだいるな。また余裕ぶっこいてると痛いするんだよな。そう、出るな、危ない、怖いぞ。いないな、大丈夫だ、大丈夫。 OK、 そうだ、このプレハブ小屋らへんが怖い。条件なんだっけ。クリア条件はこの建物に侵入入ればいい。オッケー。わあ、いそう、待って、怖い。いないでくれ。いないな。保育者したい。うん。オッケー。これ一周してそのままいなかったら建物向かおう。オッケー、いない。オッケー、行くぞ。お、走れ。こっちか。オッケー。走れねえのかそれ。いや、俺走れるよ。オッケー、オッケー。行くさ。うわ、いそうだな。大丈夫か。またチェックしよう。丈夫。オッケー、走れ。ああ。よし、来た。イエーイ、来た。やっと来たぜ、もう。あー、疲れたよ。よしよし、疲れた。2時間20分5分。うわー、結構やったな。マジかよ。そんなにやったんだ。FS10 やろうと思って。2時間もやったよ。やったね。倒した数、士官1名、うん、チームリーダー2名。おお。弾薬運搬兵1名、ライフル兵1名、狙撃兵4名、計1、2、3、4、5、6、7、8、9名。おお、ナイス。俺が8でそっちが10だな、キルは。あ、マジで。まあ、デス1かな、俺は。事故を除けば。ってなってる。あー、それ多分そのうちの1は事故。事故。俺、ゼロデスだ。何やったし。俺、1回死んだよね。死んだよね。よかった。まあいいんじゃないか。うわー、疲れたぜ。以上、お疲れ様でした。アルマ3でした、久しぶりの。ね、はい、なるほど。やっぱ神 FPS だな。だな。じゃあお疲れ様でした。2最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう、お願いします。